When everything is on, we light a candle. We're breathing really slow with artists. We're waiting for the dawn with empty bottles. You turn around when I want to kiss. 皆さんこんにちは、橋本美香です。今日はこちら、じゃじゃーん、ビヨーン、あ、逆になってたビヨーン、はい、こちら皆さんご存知ですか？ハートビームシールっていうものなんですけども、まあ、こんな感じでね、今綺麗なハートになってると思うんですけど、ちょっと動かすと、ハートの大きさがピコピコピコって変わる感じ。いけてるか、いけてる？ちっちゃくなったり大きくなったり消えたりしてると思うんですけども、こちらのネイルシールを爪に埋め込むハートビームネイルっていうのが、私が知る限りでは韓国の方でちょっと流行って、少し日本にも入ってきてるのかなっていう感じなんですけど、出始めた当初は本当に韓国でしかシール売ってなくて、日本で全然手に入らなかったんですけど、最近は Amazon でも楽天でもハートビームシールって検索していただくと、こんな感じで手に入ります。手に入るようになったので、皆さんに紹介したいなと思って、こちらのシールを使ったハートビームネイルをやっていきたいと思います。はい、私もね、初めてするので、ちょっとうまくできるかなって感じではあるんですけども、やりながらコツとかね、はい、こういう風になるなっていうのを見ていただければなと思います。それでは早速、こちらのネイルシールを使ったハートビームネイルやっていきましょう。どうぞ。はい、ということで、こちらがね、買ってみたハートビームシールです。じゃじゃーん、すごい、動かすとなんかハートがビームみたいにミョミョミョンって出てくるんですけど、こちらを使ってみたいと思います。まあ、まず開けてみよう。じゃじゃーん、こんな感じですね。おわ、すごい、うわー、すごい、かわいい、なんかずっと見てれる感じですね。で、一つ思ったのがね、ハートが結構大きいから、地爪に、あ、こうやってちっちゃくなってる時の部分のハートだけ使えばいいかな。今親指にね、当ててるんですけど、けど結局これって本当は大きいんですよ。こうしたら見えるかな。あ、ほら、ここまで大きい。だから地爪に使う場合は、こうなんか、このハートが二重になってるんですけど、中心のここだけで やるしかないと思うんですけど、まあ、どっちでもいいかと思います。はい、で、爪に沿ってペタって貼ってしまうと、こう湾曲するので、そうするとね、このハートのキラキラが歪んでしまって、今こことか多分あんまりビームになってないと思うんですね、ハートにちゃんと。なので、このまっすぐな状態じゃないと綺麗にキラキラしないっぽい。なんで、自分の爪の幅っていうのに合わせて、このハートをちっちゃく切るのか大きく切るのか決めた方がいいかな。ほら、こんな感じでめくれるんですよね、シールとして。で、粘着があって、裏と思って両方とも粘着があるんですけど、これでやるとちょっとやりにくかったので、剥がさずに行った方がいいかなと思います。はい、なので、このね、ハートの周りをちょっとポチって切ってもらって、で、ハートに切ります。これね、難しい、この角度を変えるとハートが消えちゃうので、綺麗にハートを切るのがちょっと難しい。ハート型になってるやつとか売ってたら、そっちの方が便利かも。自分で切ると大変かもしれないですね。その分値段がちょっと上がっちゃうのかもしれないけど、よっ、あ、なんとかいけたかな。はい、こんな感じで切りました。見えるかな、こうなりましたね。はい、 OK。 じゃあね、爪の方やっていきます。今日はチップにやっていくんですけど、レティジアカラージェルのマゼンタね、使います。はい、こんな感じで濡れたら乾かします。今日はこのカラージェルと、あとはパーツグルージェルを使います。はい、で、ノーワイプトップと使っていきます。で、細かいところをやるときに、今日はもうこれだけでやるけども、なんか細いライナーブラシとかを使って調整したりしてもいいですよ。
ということで硬化できました。そしたらね、さっきのハートを乗せるんですけど、パーツグルージェルを爪の上にちょんって乗せます。ちょっとたっぷりめの方がいいかも。はい、ちょっとたっぷりめ、ハートを意識してちょんって乗せて、でこんな感じで乗せたら、さっき切ったこのハートですね、これをフィルムを剥がさずにこのままペットッと乗せて、でちょっと押す、でまっすぐまっすぐ、この爪にフィットさせずにまっすぐ、こんな感じかな。はい、で位置を決めて OK そうだったらライトに入れて硬化します。もし爪厚かったら、このいるかな120秒の方でやった方がいいです。はい、そしたら再びパーツグルジェルで、今度はねこの横から見るとこんな感じで、地爪との間にかなりこう段差ができていると思いますので、この隙間にパーツグルージェルを流し込みます。でこの時、さっき言ったみたいに地爪にする時は、あの細いブラシにパーツグルージェルを取って流し込んだりとか、はい、してください。であとはこの爪をこうやってこう今やチップでやってるみたいに傾けて、片面ずつねやってライトに硬化した方が良さそうな気が、はい、こう片方やったらライトに入れて硬化で、この流れないようにこう爪の角度っていうのをこの状態にして硬化してあげた方が良さそう。チップで作るときはもう気にしなくていいんですけど、地爪だとそうした方がいいかなと思います。で、まあ、今地爪に見立てて片方やりました。じゃあもう片方もこうやって入れ込みます。で空気がね入らないように気をつけて入れ込みます。こんな感じかな。でこの表面もねジェル塗っちゃいます。このエッジのところとかジェルを塗って丸くしてあげます。で表面もね滑らかになるように塗る。はい、じゃあ硬化します。そしたらノンワイプトップジェル塗ります。意外と簡単乗せるだけって感じなんで簡単なんですけど、ノンワイプトップジェルでまずはねこのハートをしっかりコーティングする。でできたら表面もねささーっと、まあ、そんなに分厚く塗らなくていいので塗ってあげてください。でライトに入れて硬化します。ということで硬化することができたら完成です。いかがですか。こっちはねあのレティジアのアメジストパープルを塗りました。じゃじゃーんこうやってこう爪を傾けるとハートがビヨーンって動いてめっちゃ可愛いです。はい、で今回はハートね大きい方でカットしてみました。もうちょっと爪の中に収まりたいとか爪自体がちっちゃいって方は小さい方のハート、この内側の方のハートにカットすればいいかなと思います。でどうしてもやっぱりハートを爪に沿って湾曲させてしまうとうまくハートに動かなくて変な形になっちゃうから、爪に対してねこのハートをまっすぐしなくちゃいけないので角っていうのがどうしてもこうちょっと出ちゃうかな。でそれをジェルで二重とか今日みたいにパーツグルージェルとノンワイプトップでコーティングして、まあ、あんまり角がないようにしてあげたらいいです。はい、私もねハートビームネイルっていうのは、まあ、知ってたんですけどやったことなくてちょっと今回買ってみました。なので皆さんにちょっと紹介しようと思ってやってみました。いかがですか。結構ね可愛いですね。テンション上がるしいいと思います。こういう感じが好きで似合う方はめちゃくちゃドツボにはまりそうなアイディアネイルですね。はい、ということで少しでも楽しんで見ていただけてたら嬉しいです。以上でハートビームネイルやってみたでした。はい、皆さんいかがでしたか。ハートビームシールを使ったハートビームネイル結構ねキラキラってして可愛いかなと思います。もしよかったらぜひぜひ過去のデザインっていうのもいろいろ見ていただいて気になるものがあったらぜひ皆さんも真似してやってみてください。それではですね今日も動画を最後まで見てくださってありがとうございました。よかったらまた次の新しい動画でもお会いしましょう。ミカでした。バイバーイ。